はい、アキラです、3月の下旬になってそろそろ花見のシーズンなんですけども、東京の方は桜が咲いたっていう開花宣言されてるそうなんですけども、この辺はねソメイヨシノはちょっと遅いんですね。今の時期だとまだほとんど咲いてないですね。ということで、花見には早いんだけども、花見のその名所をちょっと行ってね、どういう状況だか見ていきたいと思います。これから行くところは、観音寺だったかな、普段桜って言って、冬以外はいつも咲いてるっていうところなんで桜が見れると思うんだけど、ありました小安観音寺。近鉄だね、ここ。駅のそばですね。ここはそうかな、観音寺、小安観音寺っていうのかな。ここですね。咲いてますね。これが普段桜っていうやつですね。しっかり咲いてますね。ここは小安観音寺。参り祈願、観音様なんですかね。天然記念物白子普段桜、大正12年内務省大臣して、すごいな。結構綺麗に咲いてるね。これ結構長いこと咲いてるっていう話ですね。これ相当古いな、これ普段桜って。ここは観音寺もちょっとお参りしていきましょうね。で結局この日はね、この鈴鹿市内の花の桜の名所っていうのはどこもまだ全然咲いてなかったですね。でこの小安観音の普段桜は、冬と真夏以外はだいたい咲いてるんで、結局桜が見えたのはここだけでした。この日はお参りして帰りました。以上です。